ティーチャーズシフトをお聞きの皆さんこんにちは教育 ICT コンサルタントの小池浩二です玉川大学の小坂井雅一です小坂井先生は学生の頃部活には入ってましたかはい、運動部は中学校の頃にバスケ部に入っていました今日は部活動や体育の授業で ICT を活用されている先生をお招きしましたよ それは興味深いですね。運動嫌いのお子さんのモチベーションをどのように上げているのかお聞きしたいいと思います。教育現場の ICT 活用と先生成の働き方改革を応援する Shift 今週は桜ヶ丘中学高等学校の中野優先生をゲストにお招きしています。 中野先生本日は体育の授業で iPad を積極的に活用されているそうですがまずはどのような使い方をされているのか教えていただけますでしょうか。 私の体育の授業の時には、えー、まあ欠席するのと同じぐらい iPad を忘れてしまうと減点するよと <laughs> いうことで、えー、毎回の授業でを使っていますで実際にどのように使っているかというところに関しては実技を撮影するっていうところもそうですしあとはもう使っていく中で、まあ、自分の体の動きというのを頭の中で分かっていても 実際にはこう動きが違うんだなっていうのを、まあ、目で見て分かるようにしてもらうというところが一番大きなポイントとして活用をしています。運動が好きな生徒さんはやっぱり自分で思い通りに体を動かせるのでいいんですけれどもそうでない生徒さんっていうのはやはりまあ自分が思い描いてる通りに動かないさらに言うと動いてないことに気づいてない生徒もやはり多いのでそのあたりが分かってくると。 運動が好きになってくるかと思って活用しておりますなんでも桜ヶ丘さんでは割と運動が苦手な子でも入りやすいような PR を学校としてされているそうですよねそうですねこれパンフレット私が作ってるんですけれどもプールありませんと、えー、マラソン大会ありませんっていうのを <laughs> <laughs> 売りにしながら広報活動してます校庭自体もテニスコート二面分程度しかないので、まあ、その中でもしっかり運動を するっていう時間を確保しつつ運動の楽しさに触れてもらうというのを体育の授業では意識をしながら行っています中には体力のないお子さんもいると思うんですけれどもそういったお子さんというのは ICT を活用してその体力増強とかっていう,こうモチベーションが上がったりとかするってことはあるんでしょうかそうですね体力増強っていうところで言うと 正直体を動かす時間はどうしても減ってしまうので微妙なところかもしれないんですけれども、まあ、運動に興味を持つとといいいう点ではかかなななり効果あるんじゃないかなと思います実際に定期試験の時にも、えー、リフティングの試験の時に成功するまで撮り直しを何回でもしていいよっていう設定でしたりあとは、まあ、成功した時の写真を1枚失敗した時の写真を1枚。 というのを提出の課題としてそこに対してまあ考察を付け加えたものを提出していくことで運動が好きな生徒さんも当然、えー、失敗する子の気持ちを考えながら写真を撮ることになりますし、うん、苦手な子に関しては成功した時の写真が最後の作品になりますので成功体験にもつながっていくかなと思って活用してますでもこれ写真とか動画撮ったやつを先生全部これチェックしなきゃいけないわけですよね <laughs> そうですね <laughs>。 これはどのようにチェックされれてるんですかえっとです、ね、これも1年目はやっぱりあの結構いいなこの取り組みと思って全員分まとめてこの日に提出をしなさいという指示をしたんですけれどもあのとてつもないぐらい時間がかかって <laughs> もうちょっとやめたいなということで2年目からは完成した段階で提出をしていいよと。事業のこの後の流れは大体これぐらいの回数あるからこの中で成功したものを提出してくれればまあ 成果物としてこちらは認めますよっていうスタンスにしたことによってこちらも少し余裕ができるというか徐々にやっぱり最終日にまとめてっていうよりは運動得意な子は早めに出てきたりしてくれるのでその辺りも調整をしながらダウンロードしながら見ながらっていう感じで、まあ、コーヒーヒ飲みみなながらみたいな感じでやってます、はい、中野先生は野球部の監督もされているそうですが。 部活動の中では ICT どのように使われているんでしょうか一番最初はですね、あのー、もううちの学校はあまり広くないので教室6か所ぐらいに分かれて練習するんですねその時にズームでつないでもまあちょっと徐々に徐々に使い方も変わってきて IC チップを つけたバットを使ってスイングをさせることで、まあ、練習前と練習後で体力が落ちてきた時に自分のスイングはどういうスピードになるかっていうところでしたり冬の練習高校野球って11月の後半から3月ぐらいまで練習試合が禁止になるんですね。<ー>なんですけれどもひたすら筋トレをしてひたすら走っていって。 野球からちょっと離れれるる時期があるんですけれども、そこでどうしても運動がちょっと面白くないなとか野球きついなっていう生徒さんが、えー、出てきてしまったのでまあその自分の練習の成果を可視化させるっていうことに使っていたりまあ実際に選手の打撃の結果などを数値でまとめて可視化させてあげることでまあ 監督の言うことが絶対っていうのがちょっと高校野球ってなんだかある気がするんですけれども、まあ、そうではなくてなぜこういう指導をされているのかとかなぜこういう結果を招いたのかっていうのを数値上で見て分かるようにしてあげるっていうのも高校野球の中でもっと本当はしていかなきゃいけなくてなのでうちの、えー、マネージャーに関してはスコアシートですねあの甲子園で見るようなスコアブックにマネージャーが書いてるっていうのがほぼほぼなくてえー、まあ iPad で。 入力をしていくでまあ練習試合中でしたり試合中に自分の今のチームだったりっていうのがどうなってるのかっていうのを見てそこから今お聞きしますと ICT を使って論理的思考を積み重ねて生徒さんが成長していくなんて姿が見受けられると思うんですけどその。 すごく自分で考えるといったこととかがじゃあ他ににどのように生きてくるかととかかっていいう実感とかございますでしょうかすごい細かいところだったりまあ生徒がいろんなことにこう疑問を持つように結構なったかなと思いますあの監督さんこの練習って何のためにやってくるんですかっていう質問がすごい増えてきたりとか、うん、今まではこうイエスマンというかこれやってなさいって言うと「はい」っていうのが 高校ここ野球の美しい姿みたいなイメージだったところから「どうしてこの練習するんですか?」と「あのサインは何で僕に出されたんですか?」っていう質問が増えてきたのでこちらもそれなりに心の準備しとかなきゃいけないんですけれどもその辺りに関してもなんとなくただただやらされてるっていうよりはまあ障害スポーツとして野球を考えることができるようになってきたんじゃないかなと思います。 実際にその形で野球部ずっとやられていて、はいえー、実績っていうのはどんな感じなんですかえっとまあ非常に難しくて高校野球埼玉とか千葉とかになってくるとまたちょっと話も変わるんですけれども東京だと年3回しかまあ公式戦がない中で、うん、まあ抽選でやっぱり決まってしまうっていうところも若干ありはするんですね。でもまあ そんなことよりも、君たちはこう何か一つに向かって練習をして、こう PDCA サイクルを回してきたことに価値があるんだよっていうのを最初から、生徒募集の段階からさせてもらっているので、公式戦が終わった直後に、毎年だとミーティング集まって、まあ君たちは次はこうしていくべきだよねっていう話を最初はしてたんですけれども、昨年のですね、秋の大会、負けた直後に、もう 勝手に集まって「お前こうしてたろ」とか「もっとこうしてたろ」とかまあ挙句の果てには監督あれサイン違くねみたいな話に <laughs>、えー、なってましたまあでもそのあたりもどん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 自分たちでこう自走していける部活っていうのを作っていくことが非常に重要かなとも思っているのでまあその、まあたりいい子が出てるかなとまだ価値は出てないんですけれどもまあ 近々ですね桜ヶ丘が勝った時にはもうひたすすら私は何もしてまませんという予定でおります <laughs> 一方で部活動は先生たちの時間外労働を生む大きな原因になっていると言われていますけども今後どのように変わっていけばいいか中野先生の考えを教えていただけますでしょうか。 部活動ってこれやっぱりブラック部活とかいろんな意見あるなと正直なくてもいいっていうのは確かにあるとは思うんですけれども長時間になる原因の一つとして顧問の先生が教えなきゃいけない空気っていうのがあると思うんですよね、うん、なので教えなくていいんじゃないかなって私は最近は思ってます本当に困ったら相談してねっていう段階であって部活動は まあクラブチームとは違うのでまあ教育的なところをかなり強く持っていきたいと思っていてまあそうなると何かこうやって上から投げ下ろすっていうよりも自分たちから問題を発見をして、えーまあ、課題の提案をして、まあ、解決につなげていくっていうことをするときにあくまで教員はサポーターであってまあメインで引っ張ろうとすると時間外労働っていうのが出てくるんじゃないかなとは思っているので。 もっともっとあの自分たちで回っていく部活っていうのが部活のこう定義というんですかねそこがちょっと変わってくればもっといい感じに生徒もやはり部活はすごい好きだと思います、うん、うちの選手に関しても野球すごい好きなんですけれども好きなことで失敗をして改善をしていくっていう経験をさせてあげないとなかなか勉強で失敗してしまうと次頑張ろうってかなり意識高い子だと思うのでまあそうではなくて好きなことであれば 次じゃあどうしようかって自分たちで結構いけるので、その習慣を育てる場として部活動はまああった方がいいんじゃないかなとは私は思ってます。選手間だとかあとは先生との間の話だとかで I C T の活用とかってございますか？そうですね。えっ、ー、と今年度からは公式 LINE を野球部で、えー、始めてみたりとか、うん、あとはまあ日常的に使っているのは Google クラスルームを使用してまあ。 練習時間も非常に短いので、全員がですね、一箇所に集まって、監督からこう指示を受けて準備をするっていうことではなくて、今日の練習メニューはこれだよっていうのを、監督の方から練習が始まる前の段階で Google クラスルームで連絡をして、まあ実際にもう集まらずに集合していきます。監督はこの練習をするよって言った時に、 どの場所でどういう道具を使って練習を行っていくかっていうのを考える力も同時に育てていきたいと思っているので、まあ、クラスルームだったりあとはまあマネージャーがですねいろんな情報を発信したいということで、まあ、インスタグラムをやってたりとかまあそのあたりも学校広報もそうなんですけれども、まあ、インスタグラム使ってじゃあ SNS のこうリテラシー的なところを指導していこうかなんていうふうに、まあ、顧問内でも検討しながら 毎年使ううものが徐々に変わっていってていいるという感じですね更新を目指すだけではなくて自ら考えて活動する部活動に変わっていくといい感じですね。そうですねはいといったところでそろそろお時間になってしまいました「Teacher'sShift 新しい学びと先生の働き方改革」今週は桜ヶ丘中学高等学校の中野優先生にお越しいただきました。 中野先生、興味深いお話ありがとうございました。ありがとうございました。学校 ICT のここが疑問みなさんこんにちは。さつき株式会社の姿です。さしです。 新年度を迎えて子どもたちにタブレットが配られましたという書き込みを SNS でよく見るようになりましたそうですねタブレット活用いよいよ進んでいきますね橋さん、はい、突然なんですけど 仕事でパソコンを使ってますけど、使い方で困ることってありますかいや、もうたくさんあります。私は特にパソコンが苦手なんで、例えばカラー出そうと思って印刷したらモノクロで出てきたりとか、最近だとオフィス三六五がそもそも何なのか分からなくて非常に困ったりとか、数えたらキリがないぐらいありますね。そうですよね。それでも会社の中には、 簡単に解決してくれる人ってどこの職場にもいますよねいますねとっても助かってますこういうスキルって ICT スキルなんて言われたりするんですけど学校でも先生の ICT スキルがバラバラでギガスクールでタブレットが配られた後に直面するのがスキルの差を埋めるために ICT 支援員の採用なんです実は遡ること平成21年度の補正予算に 緊急雇用創出事業ということで ICT 支援員の雇用が予算に含まれたことにより一気に ICT 支援員の名前が知れ渡ったんですリーマンショック以降の雇用対策の一環なんですあれから12年を経てギガスクールにより ICT 支援員の存在が重要視され始めたんです12年そんなに歴史が長かったんですねそもそも ICT 支援員とはどのような仕事なんでしょうか ICT 支援員は、簡単に言うと、ICT を活用した授業のサポートをする仕事です。教員ではないので、授業はしませんが、場合によっては授業に参加し、教員のサポートをしたりします。ICT 支援員の業務は幅広く、いろいろな知識も必要になります。例えば、どのようなスキルが必要ですか一番は、学校の先生の仕事への理解。次に、 パソコンや機器の操作、セキュリティやネットワークの知識など高度なスキルが要求されるんです中でも教員や児童生徒と接しますので高いコミュニケーション能力も要求されます本当に多岐にわたってますねそのような高度なスキルを持った人の採用って大変ではないでしょうかそうなんです採用も大変ですし育成も大変なんです先ほどのスキルは実はどこの企業でも欲しい人材なんです それを自治体は各学校に ICT 支援員を派遣する業者を入札します入札なんですね自治体が直接雇用をしないんですか文部科学省の推奨する契約方法としては直接雇用するパターンと業者に業務委託をするパターンの二つがありますでも自治体が ICT 支援員を直接雇用するためのスキルチェックができないため ほとんどは業者に業務委託をすることが多いんですなるほどこの業務委託が入札で調達されるんですねそうなんです入札なので当然ながら一番安い業者が落札をしますただ中身は人材採用なので一番安い人材ということは働く ICT 支援員の給料が安い会社を選択しているということになります実際に企業の人材採用ではスキルや能力は給与に 比例しますですので金額だけで ICT 支援を調達すると自治体や学校が思ったスキルの人材が集まらない可能性が出てきますまたその場合には人材育成を教育委員会や学校でしていかなければならないんですとはいえ人材育成ってかなり大変ですよねそうなんですさらに業務委託にすることで契約の壁が出てきます契約の壁とは何ですか 業務委託契約の場合本来であれば委託者と受託者の間のみで指示命令ができます委託者は教育委員会受託者は落札業者ですつまり学校の先生が ICT 支援員へ指示命令をする場合には原則教育委員会を通じて指示命令をしなければならないんです教育委員会を通じて話をしていたらその場でいろいろ細かい判断はできないですよねそうなんです ある程度は現場の裁量で運用がされていますが、業務委託契約の原理原則から ICT 支援員の業務特性を考慮すると、業務委託契約はあまり望ましくないんです。そうなんですねとすると、どのような契約が望ましいんでしいでょうかなかなか難しいのですが、一番望ましいのは教育委員会が各学校の予算を割り振り、学校で直接 ICT 支援を採用できるのがいいかもしれません。校長先生が 自分の学校に馴染む人かどうかなどを見極めることができると思いますいずれは ICT 支援員のサポートが不要になる時代が来るんじゃないかなと思いますということで今日はここまでさつき株式会社の姿と橋でした片岡市一のラジオシャバーさ市川工業高校の片岡です 昨年ですねデジタルカメラのマウントを買いましたそれまではですねニコンの F マウントというものを使っておりました実は最初の一眼レフカメラが D70 というものでそれをずっと使っていたんですけどもやはり小さいカメラがいいなと思いましてマイクロフォーサーズという企画に全部買いましたですのでそれまでですね何十万円もしたレンズは全て処分しました 実はデジタルカメラにはですね、規格がございまして、そのレンズのですね、くっつく部分、これをマウントというのですけども、実はメーカーごとに互換性がありません。ちょっとご紹介しますと、ニコンがですね、F マウント、Z マウント、ソニーは E マウント、A マウント、パナソニックは L マウント、ペンタックスは K マウント、キャノンは3種類ありまして、 EF マウントと EFM マウント RF マウントフィジフィルムが X マウントそしてマイクロフォーサーズというグループがありましてここに加盟しているオリンパスパナソニックブラックマジックシャープなどは同じレンズを使いますえ実はですねこののマウントを変変えるのは大変ですえ。さっきも言いましたけれどもえカメラが趣味でいろんなカメラを揃えるならいいんですけれども例えばフィジフィルムを先に買ってしまって X マウントなんですけどもそれで揃えてしまったその後パナソニックは動画がいいからパナソニックを買おうじゃあフジフィルムの X マウント使えるかというともう使えませんえということですからマウントを揃えるとというのはとても大変ですこれはギガスクールでも同じことが言えるではないでしょうかチョークと黒板を使う昭和型のマウントプロジェクターとパワーポイントを使うパソコン型マウント 一人一台端末とクラウドを使う iPad 型のマウント。事、まあ、業テクニックはどれも一緒でしょうけども、いろんな意味でこれまでの下を捨てることになります。勇気もいりますし、時間も労力もかかります。このマウント変更を強制する。まあ、どうしたらいいのかなと思いますけども、黒板やチョークを撤去するぐらいの勢いでやらなければなりません。先生方はですね、 このマウントで授業をしますけれども生徒は生まれた環境授業の時期でマウントが決まってしまいます先生方はやりやすいマウントで良いかもしれませんけれども生徒はどうでしょう押し付けられたマウントで良い写真が撮れるでしょうかぜひこの授業スタイルの変更頑張ってやってみてはいかがでしょうか Teacher'sShift は 毎週月曜日の夜に配信しています YouTube のチャンネル登録をして来週もまたお聞きください Creativity is not an outcome. Creativity is a process that starts when you make a choice to embrace the unexpected and to be undeterred by failure. It's a choice to believe in yourself, your ideas, and your perspective. There is creativity inside all of us, and unlocking it starts with a choice to make the leap.